ナンバーアンダーラインアイ初日、平野翔神宮寺雄太、岸優太の涙と笑顔が止まらない。ファンの反応は非常に熱烈で、特に3人がインスタグラムのストーリーに上げた写真やコメントに対する感謝の声が止まりません。ツアー、ナンバーアンダーラインアイの初日は、ファンにとって感動的な瞬間となりました。SNS 上には、3人のメンバーである平野翔神宮寺雄太、 岸優太の姿が映し出された投稿やライブレポートがあふれ、その温かい表情や素敵な笑顔に、多くのファンが元気をもらいました。特に、初日に登場した彼らの姿は、日々の疲れを忘れさせ、まるでその場に一緒にいるかのような錯覚を抱かせるほど、身近に感じられた瞬間でした。ファンの反応は非常に熱烈で、特に3人がインスタグラムのストーリーに上げた写真やコメントに対する感謝の声が止まりません。 彼らの笑顔は、とても優しく、どこかホッとする雰囲気を漂わせていました。ライブ後の疲れを感じさせないその表情は、プロとしての彼らの姿勢を物語っており、ファン一人一人に対する思いやりが溢れていました。特に、岸優太がファンに向けた、お疲れ様というメッセージは、彼自身が全力でパフォーマンスを終えた後にもかかわらず、ファンを気遣う姿が見え、心温まるものでした。 ツアーのセットリストもファンの間で大きな話題となり、オープニングから立て続けに披露された INZM やゴートフジといった楽曲は、まるで嵐のような勢いでファンを魅了しました。これらの楽曲は、メンバーたちがこれまで築き上げてきたキャリアの集大成とも言えるもので、彼らの成長と進化を感じさせるものでした。特に、ファンたちはそのパフォーマンス力に圧倒され、すぐに次の公演への期待が高まりました。 また、アンコールで披露された ILI は、唯一撮影が許された瞬間であり、SNS 上にはその映像が数多く投稿されました。この楽曲は、ツアーのテーマである、愛を象徴するものであり、ファンとメンバーの間に強い絆を感じさせるものでした。ファンは、3人のメンバーがこの楽曲を通じて送るメッセージに胸を打たれ、その感動が会場にいなかった人々にも伝わり、 ネット上で多くの共感を呼びました。さらに、ツアー T シャツのデザインも多くのファンの注目を集めました。シンプルながらも洗練されたデザインで、3人の個性が表現されており、ファンは、これを着て街に出たいといった声を上げるほど、そのデザインは、ライブの興奮とともにファッションアイテムとしても楽しめるもので、ファンにとって特別な思い出の一部となりました。このツアーにおいて、 メンバーそれぞれがファンに寄り添う姿勢は、一貫して強く感じられます。平野翔の笑顔には、どこか少年のような無邪気さと大人の落ち着きが同居しており、そのバランスが彼の魅力を引き立てています。神宮寺勇太は、そのクールな見た目とは裏腹に、ファンへの温かいメッセージを惜しみなく送り、岸優太のユーモアあふれるキャラクターもまた、ファンを和ませました。彼らのそれぞれの個性が合わさることで、 ステージ上には独特の科学反応が生まれ、それがファンを虜にし続けています。今回のツアーは、彼らにとっても大きな挑戦であり、また新たな一歩でもありました。これまでの活動を振り返りつつも、彼らは常に未来を見据えています。特に、このツアーがスタートした背景には、彼らがそれぞれの道を歩み始めたことが大きく関係しています。解散後のそれぞれのソロ活動が注目される中で、 このツアーは、ファンにとって再会の場であり、彼らの新たなスタートを祝う場でもあるのです。しかし、このツアーにはまだ多くの未知数が残されています。これからの公演で、彼らがどのように進化し続けるのか、ファンは期待に胸を膨らませています。特に、初日の公演が成功したことで、次の公演に向けての期待感はさらに高まりました。彼らのパフォーマンスがどのように進化し、 また新たな驚きや感動をもたらすのか、今後の展開に注目です。このように、ツアー、ナンバーアンダーライン愛は、メンバーとファンが一体となる特別な場であり、その瞬間瞬間がファンにとって忘れられない思い出となっています。そして、ツアーはまだ始まったばかりです。これからの公演がどのように進化し、彼らがどのような驚きをファンに届けるのか、目が離せません。ツアー、 ナンバーアンダーライン愛の初日が大成功を収め、SNS 上では彼らのパフォーマンスに対する賞賛の声が溢れていますが、これはほんの始まりに過ぎません。このツアーを通じて、3人がさらにどのように進化していくのか、そしてその姿がファンにどのような影響を与えるのか、興味深い点がたくさんあります。特に彼らがこれまで積み重ねてきたキャリアの中で培った経験や成長が、 どのようにして今回のライブパフォーマンスに反映されているのか、今後の公演でもその進化を目の当たりにすることができるでしょう。ツアーの次の公演に向けて、ファンの期待はますます高まっています。初日のセットリストは攻めの姿勢を感じさせましたが、これが公演ごとにどのように変化し、また新たな驚きを提供していくのかという点も見逃せません。ライブパフォーマンスは、アーティストにとって常に進化し続けるものです。 同じ曲であっても、その日ごとの感情やエネルギーが異なることで、パフォーマンスが全く違った印象を与えることがあります。これこそがライブの魅力であり、ファンが何度でも足を運びたくなる理由の一つです。また、ツアー T シャツや他のグッズもファンの間で大きな話題となっており、これらのアイテムはライブの思い出を物理的に持ち帰ることができる大切な要素となっています。特に今回のツアー T シャツは、 メンバーたちの個性が反映されたデザインで、ライブの熱気を感じさせるアイテムです。ファッションとして、一条で身につけることができるだけでなく、ファン同士の共通の絆を感じさせるアイテムでもあります。これらのグッズは、ライブが終わった後でもファンにとって思い出を引き寄せる存在として重要な役割を果たします。さらに、今後のツアーではどのようなサプライズが待っているのかという期待も高まっています。ファンは常に、 次のステージで彼らがどんな新しい試みを見せてくれるのか、どんな特別な演出が用意されているのかを楽しみにしています。メンバー自身も、常に新しい挑戦を求めていることから、次の公演ではさらに進化した姿を見せてくれるに違いありません。これまでのライブでは見られなかった新しい試みがあるかもしれませんし、これまでの彼らのキャリアの中で温められてきた楽曲やパフォーマンスが再び日の目を見ることも考えられます。 そして、何よりも重要なのは、彼らがファンとの絆を大切にしていることです。ツアーの中で見られる彼らのパフォーマンスや SNS での発信には、ファンへの感謝の気持ちが込められており、それが彼らとファンの関係をより一層強固なものにしています。ライブに参加できなかったファンに対しても、彼らはストーリーを通じてその瞬間を共有し、一緒にその場にいるかのような感覚を味わわせてくれます。このような姿勢は、 ファンに対する誠実さや思いやりを感じさせ、彼らが長年にわたって多くの支持を集め続けている理由の一つです。また、今後のツアーにおいても彼らがどのようにファンとの絆を深めていくのかは、大きな注目ポイントとなっています。特に今回のツアーは、彼らにとって新たなステップであり、今後の活動に向けての重要な転機でもあります。ソロ活動が進む中で、 今回のツアーは再び3人が一同に会する特別な瞬間であり、その貴重な機会をファンは心から楽しみにしています。今後の公演で、彼らがどのような形でファンとコミュニケーションをとり、どのようなメッセージを送るのか、その一挙手一投足が見逃せません。さらに、ツアーが進むにつれて、SNS 上でのファン同士の交流もますます活発化していくことでしょう。ライブの感動や興奮は、 現場にいるファンだけでなく、インターネットを通じて遠くにいるファンにも伝わります。特に、今回のツアーでは、一部の楽曲が SNS 上で公開されることで、ライブに参加できなかった人々もその一端を感じることができるようになっています。このようなデジタル時代ならではの共有の仕方は、ライブ体験をさらに広げ、より多くのファンと感動を共有できる手段となっています。また、ツアーが終了した後も、 その余韻は長く続くことでしょう。ライブの思い出や感動は、SNS やファン同士の交流を通じて語り継がれ、次の公演に向けての期待感がますます高まっていきます。彼らのパフォーマンスは、ライブの瞬間だけでなく、その後もファンの心に深く刻まれ続け、長い間語り継がれることでしょう。特に今回のツアーは、彼らにとってもファンにとっても特別な意味を持つものとなっており、 その余韻がどのように次のステップに影響を与えるのかも注目すべき点です。総じて、ツアーナンバーアンダーラインアイは、これまでにない特別なライブ体験を提供し、ファンとメンバーが一体となる瞬間を生み出しました。彼らの進化とともに、このツアーがどのように展開していくのか、今後の公演も大いに期待が寄せられています。そして、彼らの成長とともに、ファンとの絆がさらに深まり、 新たな感動が生まれるこ,とでしょうこのツアーは単なるエンターテインメントを超えたファンとの特別な時間を共有する貴重な機会となっています。